こちらの標識の意味わかりますか？これは追い越し禁止じゃないですか？そう答える方が多いんですけども、はい、うん、本当の意味実は違うんです。はい、同様同じような質問をですね、県内の自動車学校の教習生の皆さんにも聞いてみました。はい、はい、追い越し禁止だと思います。違いますか？はい、前の車を真ん中にある線をまたがって抜かしちゃダメっていう標識。追い越し禁止でしたっけ？ある条件の下での追い越しを禁止しているものなんですが、その条件ってご存知ですか？いやー、何でしたっけ？わかんないです。私と同じように追い越し禁止と答えている人が多いですね。うん、そうですね。では正しい意味を自動車学校の指導官に聞いてみました。はい、追い越し禁止と勘違いされる方も多いんですが、実は追い越し禁止ではありません。本当の意味としては追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止といって、実は追い越しはできるんです。追い越し禁止は、追い越しはできるっていうことなんですよね。うん、はい、ただその追い越し禁止とはどういう違いがあるんでしょうか？はい、ではこちらの図で説明していきたいと思います。はい、まず左側こちら見ていただきます。中央が白線の点線なんですけども、はい、こちらだと線をはみ出して追い越すことができます。うん、ただ右のようにですね、標識や中央線でこのように示されている場合、前の車両を追い越す際にこちら中央線をまたぐことを禁止されています。追い越すことを禁止しているわけではないんですね。はい、実際どういった道路に設置されているんでしょうか？はい、警察庁が公開している交通規制基準によりますと、はい、道路の左側の幅が6メートル未満の舗装道路で、見通しの効かないカーブだったり交通量の多い道路なんかに設置されているということなんですね。で、実際に設置されている道路、こちらを見てみましょう。東北大学川内キャンパス近くの道路です。この先に向かうと青部山キャンパスがあるのですが、カーブが多くなるこの場所からセンターラインが黄色になり、あちらの標識が設置されています。こちらの道路は標識が設置されている付近からカーブが多く見通しが悪くなります。実際に走行してみると、なんとか安全な距離を保って自転車を追い越すことができます。確かに今の道路は見通しが悪いので、無理に前の車を追い越そうとするのは結構危険ですよね。そうですね。ただ今のように右側にはみ出さなければ追い越してもいいということなんですね。はい、そうなんです。宮古自動車学校の渡辺さんによりますと、はい、先ほどの映像のように自転車や原付バイクを追い越す際は十分に安全な距離を確保した上で追い越してほしいということです。